捉えました。セリーヌのツーランホームランで勝ち越し。オリックスが4対2としました。東浜が打たれました。完璧な当たりでした。7試合ぶりのホームランは非常にこの序盤流れを作る大きな一発にもなりました。今シーズンの5本目です。そして今日ホームラン打っているトングにも回っていきます。浜田さん、この一発勝負はどうだったでしょうか。一発警戒しなきゃいけないというところでね、この前のカーブも見ての同じ続けたんでしょうけどもね、はい、すごく肩口から、ね、来たカーブでしたし、再現再現